求人票なので年間休日100何日とかあると思いますが、あれは一部の企業だけが、しかも企業側が出しているデータです。売れない営業は休めるのか、これは気になりますよね。答えは働かざる者を食うべからず。こんにちは、山田貴明です。僕は東京の不動産会社で働く現役の不動産営業マンです。今回は売れない不動産営業マンは休みが取れるのかについて話していきます。そして求人サイトなどに出てる年間100何日という建前の年間休日でなく、現場の不動産営業マンのリアルな年間休日についても話します。あんなの1ミリも当てになりませんからね。データに反映されてないリアルが現場であります。事件は現場で起きてるんです。このチャンネルは現役の不動産営業マンである僕が、不動産営業の辛いところや楽しいところ、そして不動産営業マンに必要な情報をお届けしているチャンネルです。不動産営業に興味があって、これから不動産営業をやろうって方や、現役の不動産営業マンの方がチャンネル登録してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは行きましょう。売れない営業は休めるのか、これは気になりますよね。答えは休めません。これは会社によって違うの一言につきますが、営業会社であれば売れない不動産営業マンは休みがないと思っていた方がいいです。それでも週1回は休めますかね。会社によっては数字が上がってないという理由で週1回さえ休めない会社もあります。求人票なので年間休日100何日とかあると思いますが、あれは一部の企業だけが、しかも企業側が出しているデータです。おそらく中小零細企業の数字はほとんど反映されてないと思います。あの数字に関しては本当のところももちろんありますが、実際はそんなに休めないところが多いです。理由としてはやはりお客様相手の仕事なんで、休みの日の水曜日に物件を見たいとお客様がおっしゃれば対応する会社もあります。そして売れていなければ休日出勤をしなくてはいけない会社もあります。逆に繁忙期は忙しくて週1回しか休めない。不動産業界はそんなところです。この休みに関しては会社として半強制みたいなところもあれば、個人的にそうしている人もいます。大手であっても案件があれば休日に実際に出社している人も多いです。僕も会社からは休日出勤しろなどは何も言われませんが、売れていなければ出てます。もちろん売れてなくても関係なく休んでる営業もいます。人それぞれですね。そしてそれが求人サイトなどに出てる年間100何日という数字に反映がされておりません。というか出勤者とカウントがされてないですね。特に営業会社感が強いところはなおさらです。また出勤はしなくても休日にお客様から電話があれば出ますし、お問い合わせがあればメールを送ったりもします。なので今日は定休日だから何もしないで休みや休みという日はなかなか少ないかもしれません。今日は休みで会社には行かないんだけど、お客様からのアクションがあれば対応する。これは不動産営業だけではなく営業職全般そうですね。土日休みの法人営業でも土日にクライアント向けの資料を作ったりとかみんなしてます。営業とはそういうものです。そして不動産会社の休日ですが、エンド向けの仲介をしている不動産営業は毎週水曜日と隔週火曜日の月6回が休日という不動産会社が多いです。あとはお盆休みと年末年始が休みです。ゴールデンウィークはあるところとないところが半々ですね。そうすると年間休日が100日切ってる会社も多いです。完全週休2日の休みがあるところは大手不動産会社だったりホワイトに近い不動産会社に多いですが、全ての不動産会社がそうではありません。このような会社を集計して求人サイトは年間休日を出しますね。しかも先ほどの説明の通り、大手不動産会社の営業マンの方でも案件があれば休日に出勤して対応している方も多いです。さらに水曜日にゴルフに行ったりしている営業マンもいます。そして水曜日が休みの理由は水曜日イコール水の曜日、水から連想できるように契約が水に流れてしまうという縁起の悪い日となり休日となります。というのは迷信で、土日祝は一般のお客様が休みとなるため、土日祝にご案内や契約、そして現地販売会、いわゆるオープンハウスなどをやります。この土日がお客様を接客するメインの日ですね。土日に契約やローン書類などを預かり、週明けの月曜日火曜日に事務作業をする。そして一息つける水曜日を休み、木曜日金曜日は土日の接客などに向けて活動をし始める。それで不動産会社の定休日は水曜日となります。さらに不動産業界全体が水曜日に休みを合わせているという感じになります。もちろん同じ不動産でも土日休みの会社もありますからね。火曜日休みが毎週ではなく隔週の理由は、週1回水曜日のみが休みで月4回だと
少し休みが少なくて大変ですね。週休2日にして月8回だと不動産業界にしては休みが多すぎて営業数字の未達が不安です。じゃあ間を取って火曜日は隔週休みにして月6回休みにするか。そして売れない営業は隔週の火曜日も休みなしにして週1回ね、という感じで月6回に決まりました。休みって労働者の権利ですよね。おっしゃる通りです。権利はしっかり使いましょう。しかし権利を主張する前に果たさなくてはいけないものがあります。それは義務です。ここで言う義務は不動産営業マンにとっては契約です。僕もそうです。営業は大変です。大変なんですけど不動産営業を選んだのは自分です。踏ん張ります。そして売れてなくてもあなたの給料は発生します。振込主張制の場合は別ですよ。会社はあなたを雇用して給料以上に売上を上げてくれなくては困りますね。そうでないと雇用してる意味がないですから。給料以外にもいろいろと費用がかかってます。会社によって違いますが自分の給料の3倍以上は利益ベースで売上が必要と言われています。もっと必要なところもあります。僕もそうですが休みが欲しいと権利ばっかり主張して給料泥棒にならないように気をつけましょう。数字が全て、不動産業界はそんなところです。僕も月でたこる時もあります。きついです。お腹も痛いです。いい時があれば悪い時もあります。売上がなくても休みを取るのは労働者の権利だろう。それは法律的にはおっしゃる通りなんですが、そのような考えの人で不動産営業を続けられる人は少ないですね。少し厳しい言い方かもしれませんが他の仕事を探してください。営業以外ですね。今回話した不動産営業の休日は会社によって異なります。しっかり週休2日休みの会社ももちろんあります。契約ができなくても休める。売上重視ではなくてライフワークバランス重視の不動産会社もあります。そこまでガツガツするのは大変だなと思う方はそのような会社を探してみてください。みんな行きたがるので倍率が少し厳しいかもしれませんが、しかし数字が全て、契約ができなければ休めない、そんな不動産会社も多いという現実をあなたにお伝えしたかったです。これは不動産営業に限らず営業職全般に言えることですが、以上です。ありがとうございました。